誰に断るでもなく勝手に今日もただ君が好きという気持ちを歌ったラブソングワッチさんの恋だろうの歌い方を10分ぐらいで解説していきます。ボイストレーナーのおしらです。イエーイ。というわけで本日のカラオケ歌唱難易度は B ランク、最高音ファのシャープなので男性陣比較的原曲キーのまま歌いやすいんじゃないでしょうか。女性はね、まあ5個か6個キーを上げて歌ってもらうと良いかもしれません。っていうか聞いて、もう2022年8月にもなろうというのに、本当にね今年の恋愛を前線全敗、連戦連敗けどね、もう分かったのこの曲を聴いて。やっぱさ、誰に断るでもなく勝手に今日もただ君が好き、こんな気持ちになれたらおしらさんの恋愛の一つや二つね実るんでしょうけど、まあ今日はねこの曲を通じて私の恋愛が実るように皆様祈っていただけたらなと思います。さあ早速本日も楽しい楽しい音楽のレッスンスタート。僕はこの世界で第何位で、君はこの世界で第何位だとかって言ってる時にさ、おしらさんもさ、いつもさ、セカンドでいいよとか、セカンドでいいよって失敗あったの、セカンドでいいよ、セカンドでいいよって言ってファーストになりたいってね、そういう失敗が一個ありましたって話からスタートなんですけれども、まずは抑揚。そんなね、何位なんだろう、本当は1位になりたいんだけど、僕は何位ですかって気持ちをまずは、ウィスパーボイス、この緑のところに乗せてください。僕は、じゃなくて、僕はこの世界で第何位で、っていう感じね。で、この黄色のとこはアクセントって書いてあるんですけど、まあ、ガーンって強く読むっていうよりは、問いかける感じ。僕はこの世界で第何位で、君はこの世界で第何、何位ですか？何位ですか？ぐらいの感じで、ヒュッとちょっとま、押してあげるようなイメージでアクセントつけてください。で、身の程はわきまえてるつもりだ。ここに憂いを乗せて、悲しみを乗せて、切ない感じを乗せた。身の程知らずは、ここもね、わためき。さあ、ここでちょっとクロートポイント。身の程知らずは、笑われちゃうから。わかった。ちょっとここさえめっちゃむずいんですけど、笑われるのラのしゃくり。これが絶妙なんですよ。笑われちゃう。ただしゃくりだけじゃなくて、ちょっとね、ちょっと低めにこう音程を、笑われちゃうじゃなくて、笑われちゃう。ちょ、これだってやりすぎなんですけど、笑われ、こんな感じで、やれちゃうから。このなんか、ラの瞬間、ちょっと、ちょっとだけこうなんか、フラッとする感じで、半音低いところに、いきそう。ちょっと、絶妙な音程を狙って、この、しゃくってほしい。なんでかっていうと、本当は1位でやりたいんだけど、1位って言って1位じゃなかった時、めっちゃ恥ずかしいやん。そんなの笑われちゃうからさ、って、わーって、ちょ、投げやりな気持ちを、このね、しゃくりで、ちょっとなんか、音程に届かないところに、表してほしいの。笑われちゃうからだとね、全然なんか、セカンドでもいいです。見継ぎます、私っていう。って感じになっちゃうでしょ。違う、1位に届かない、ファーストに届かない感じを音程でも出すの。これ届かないぐらいにギリギリのとこ狙うの恋愛もね、音程も一緒。次のパートはリズム、アクセントの周期に注目してみてください。なのに君のその笑顔に、肩までの髪になんとかって服にくすぐるようなその笑い声にって感じで、今日この3行目になるとちょっとね、こうアクセントの数が増えて、こうリズムがよりこうなんか切羽詰まってくる感じになります。さあ、そしてくるくるマーク、これ何かっていうと、フェイクとかアドリブとかもいろんな呼び方があるんですけど、音程が早く動いてます。おしらさんの口も、ペラ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 って今早口でしたね。音程早く動かしますよ。くすぐるようなその笑い声に、に、そのシャープ、ファのシャープ、にを一瞬で、くすぐるようにその笑い声に夢中になってバカみたい。で、このバカみたいのバーもさ、なんか、あ、もう本当に私ってバカみたい。いつまでもこんなセカンドでもうお金だけ見ついてみたいな、そんな感じのニュアンスをこのしゃくりに乗せたので、夢中になってバカみたいじゃなくて、夢中になってバカみたい、バカみたい、バー、このしゃくりの中にいろんなものを込めて、バカみたい。ただしゃくりだけじゃダメ。バカみたい、バカみたい。じゃ、ここに気持ち込めると、いいしゃくりになるんじゃないでしょうか。さあ、そして最後のフレーズ、息を吸うところがありません。これ結構大変なんですけど、くすぐるようなその笑い声に夢中になってバカみたい。ここが結構ね、息吸えないまま行かなくちゃいけないんで辛いんですけど、なんで、副2の後の V マーク、息継ぎ、ここめちゃめちゃ重要です。しっかりやって。さあ、皆様、私は1位になれるんでしょうかってね、その不安な気持ちをね、このウィスパーボイスだったり、しゃくりだったりにね、込めながら一緒に歌ってみましょうよ。Here we go!僕はこの世界で第何位で、君はこの世界で第何位だ。身の程はわきまえてるつもりだ。身の程知らずは笑われちゃうから。なのに君のその笑顔に、肩までの髪になんとかって服にくすぐるようなその笑い声に夢中になってバカみたい。
でもこんな僕にものでも、もうくるくるマークだと思ってもいいんですけど、このさ、最後のおはため息なので、でも、オッケー。こんな僕にもちゃんと芽生えてくれた。くはフォールマークになっていて、音程が2つあると思って、くれた。で、最後ため息ね。で、最後の1行がとっても素敵で、とっても難しいです。橋口さんみたいに歌うの。どうやって歌ってるかっていうと、この気持ちを、ここね、押しながらビブラートかけてんの。気持ちを認めてあげな。ここは結構均等な感じだね。た、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 あげなくちゃね。で、ここもさ、ファのシャープ、そのシャープ、ファのシャープっていう、まあ、この音程の動きなんですけど、くのフェイクは、くじゃないな。く。く、橋口さんみたいな歌うには、く、えの口でうっていう、あげなくちゃね、く、くちゃね。さあ、というわけで、A メロではね、恋をすると、僕って何番目なんだろう、第何位なんですか、世界で僕のこと好きですかってね、気になっちゃうんですけど、でも、B メロでは何言ってるかっていうと、こんな僕にもちゃんと芽生えてくれた、この気持ち、この好きっていう気持ち、認めてあげなくちゃね。そうなんですよ。第何位かどうかはね、もう二の次だの。好きな気持ち、自分の中に芽生えたこの気持ちをまずは認めてあげることから始まります。おしらさんも頑張りたい、そういう風に。ってわけで一緒に歌ってみますよ。Here we go! でも、こんな僕にも、ちゃんと芽生えてくれた。この気持ちを認めてあげなくちゃね。性別も年齢も頭に性別を持ってきてくれるあたりが本当にワッチって感じなんですけど、あのお知らせもゲイだからさ、好きになる対象がさ男性だからさ、まあそういうさハードルとかがあるんですけど、そんなの関係ないです、恋だろうっていうのがこの曲なわけですね。で、これまずサビのポイントは一個ずつこうやってアクセントを取ること。性別も年齢もで、もう一個ポイントがあって、語尾のビブラートからできる人は頑張ってみてほしい。性別も年齢も家柄もで、もう一個気づいた人がある人は天才。三つ目のポイントは、このね、V マークの息継ぎのとこで息を吐いてます。橋口さん。性別も、年齢も、家柄も、国籍も、で、もう、で、ここはね、ため息のフェイク。もう、ソのシャープ、ファのシャープ、ミー。外見も、年収も、OK？ もう、アクセント、ビブラート、息を吐く。これを繰り返します。過去も何もかも全部、ブー、また、ブルンブー。で、この後のリズムがちょっとだけ難しいんですけど、関係ないのが恋だろじゃなくて、関係ないのが恋だろって感じで、のがね、一個早いんですよ。リズム的に一個前に来る。本当の、本当に厳密に言えばなんですけど、関係のけもね、ちょっとだけこう、食い込んでくる、食ってるリズムにちょっと狭間なんですけど、まあ、ここはまあ、任せます皆様に。関係ないのが恋だろぐらいな感じかな。ちょっとほんと絶妙なんです、関係の毛は。で、のは確実に突っ込んできてるので、ここは間違いないにしましょう。恋だろ、乗り越えられんのが恋だろ。この恋だろがね、まあ、この曲の最高音でもあるんですけど、結構力強く、恋だろ、乗り越えられんのが恋だろって感じで、ここは力強くアクセントつけてください。誰に断るでもなく勝手に今日もただ君が好き。で、問題はこのワンフレーズがブレスなし息継ぎなしだってこと。歌ってみると結構きついんですよ。恋だろ、誰に断るでもなく勝手に今日もただ君が好きって結構こうね、息継ぎきつくなるので、恋だろのね、とこでしっかりと息を吸えるとよろしいです。で、今日もただ君が好き、2周するんですけど、1周目と2周目ちょっと歌い方が違います。今日もただ君が好きって感じで、ちょっとリズムがあるのが1周目。今日もただ君が好き。2周目はあまりこうアクセントをつけない代わりに、ウィスパーボイスにして、ちょっとこうなんか、気持ちの高ぶりを表してください。さあ、というわけでちょっとまた歌詞を見てほしいんですけど、性別も年齢も家柄も国籍も外見も来週も関係ない、もう本当に、駆け落ちしちゃおう、あなたが好き、大好き、うわーっていうさ、そういう恋、それが恋だろって言ってるんじゃなくて、そういうものは全部ハードルなわけよ。障害なわけよ。でも、それでも乗り越えられるのが恋だろ。恋のこのエネルギー好きっていう気持ちがあるから、いろんな大変なこと乗り越えられるよね。そうだよね。ただただ君が好きって気持ちで、こういったことを乗り越えていこうねっていう、なんかね、ただ
ただね、こうなんか、お花畑な曲じゃなくて、もちろん全部ハードルない、性別が、さ、まあ同性同士だったらハードルだし、性別が違えば考え方も違うし、年齢が違ったらさ、私なんか今32歳になるんですけど、まあ10歳下の子とかとさ、付き合ったら、もうだって、もう10歳も違うから、ジェネギャーとかってなるじゃないですか。大変なんですよ。全部大変なの。大変だって、ワッチは多分言っていて、でもなおそれを乗り越えられるパワー、それが恋だろうっていうようなね、メッセージだと思うので、ただただ明るく歌うだけじゃなくて、いろんなね、思いを抱えながら、一緒にここも歌ってみましょうか。Here we go! 性別も、年齢も、家柄も、国籍も、外見も、年収も、過去も何もかも全部、関係ないのが恋だろ。乗り越えられんのが恋だろ。誰に断るでもなく勝手に。今日もただ君が好き。今日もただ君が好き。レッスンお疲れ様でした。というわけでね、2番以降も今回のね、このいろんな歌詞の解釈だったりとか、アクセントだったりとか、ウィスパーボイスだったりとか応用して、この曲ぜひね、カラオケで歌えるように頑張ってみてください。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。